おはようございます。1月7日第502回ポコの声アニマルラジオになります。今日はね、怒られてしまいそうですけど、小倉さんにいたね、頭部は実はうちに来ています。本当頭部ね、ちっちゃいのが2匹いてね、で1匹僕買って、その後にね来たお客さんがまたもう1匹買ってって、頭部のねちっちゃいのは売れてしまって、でヤングはまだ売らないっていう話だったんでね。で、あと当たるこのでっかいメスもいたんですけど、それも売れていってしまったってしたんで、なかなか小倉さんのカメの動きが激しいなと。そして SNS をやってないんでね、SNS をやってる人たちがたまに紹介してあげるというちょっと変わったスタイルのお店なんですけど、なんか結構カメは売れてるんじゃないかなと思っていますので、ライバルが増えちゃって僕もね、あんまり紹介しない方がいいんですけど、ただいない時は、ね、本当にいないんでね、根気よく生き続けると、ね、ラッキーなことがあるような店なのかなと思っています。僕ももっと根気よく行ってればいろいろ拾えたのかなと思うんですけど結構ね、いつから行ったのに結構長い期間、とあるところでね、よく会うんでそこで話してね、そのまま終わっちゃうんですけど、その後ね、お店には多分 3,4 ヶ月行ってなかったんで、もっと早く行っとけばよかったな。年末とかね、11月ぐらいからちょっと行ってればよかったなと思ったんですけど、ちょうどその頃バタバタしてたんでね。で、休みとね、そのオープン時間がちょっとなかなか噛み合わなくてね、その辺を言い訳に行けてない状態だったんですけど、行っておくと自分にとってすごいプラスだったなと思うんで、もったいないことをしたなとちょっと思っています。そんな頭部ですけどね。あとは卓工なんですよね。タコってこともあって残ってたのかなと思うんですけど、僕タコはあんまり気にしないんでね、そうなんで、別に全然いいじゃないですかねって話をして、本当はこれと木干しのなんかちょっと円光板のあたりがね、白っぽくなってるやつを2匹だけにしようと思ったんですけど、どうせならなんかもしかしたらペアっぽい感じだから木干しも2匹いっちゃってくださいよって話で、ちょっと悩んでね、じゃあ分かりましたって話で、持って帰りました。で、小倉さんのね、いいところはブリーダーさんが結構ね、いるっていうところなんですよね。やっぱり長年やっているね、ことに対してもその、あれなんでしょうね、お店としてやっぱりやってて長い間ね、その買い取ったりね、したり、下取ったり、あとは困ってる時にね、どうにかしてくれたっていうのがずっとあり続けた結果が今の、小倉さんのお店のスタイルをね、作っているのかなと思いますので、あんまりなんか普通に仕入れてるのを見たことがないんですよね。リストが来てるやつを買ったって話もほとんど聞かないし、不思議だなと思うんですけど、やっぱりその辺の独自ルートの強さっていうのが本当にね、お店としての強みなんだと思います。やっぱり独自ルートがあるお店っていうのはね、やっぱり固定のお客さんがさらにつきやすくなって、で、やっぱ他にいないものがね、入るっていうね、メリットですよね。うわ、こんなのいるんだっていうのがあるんですよね。だから本当、北インド箱すっぽんなんてね、まさに、その最たる例なのかなと僕は思っていて、大きいんでね、なかなか買える人がいないっていうのもあったりすると思うんですけど、あれが今のね、金額で出てくる、今、金額、またね、非売になってたんですけど、なんか売ってる時の値段をちらっと聞くとね、その値段で売れないかっていうような感じだったりするんで、結果売れてなくてね、良かったのかなとも思ったりするんですけど、やっぱりその辺を集める能力っていうのはね、すごいなっていうふうに思って、本当ね、いない時はね、何もいないから何もいないですねって話をするんですけど、でいる時はね、もう本当ごちゃごちゃっていうのでね、いいなっていうふうに思います。もう小倉さんの話ばかりになって申し訳ないんですけど、多分ね、そういうお店っていうのがね、世の中にまだまだ隠れていっぱいあるんだと思うんですけど、そこをなかなか発掘するっていうのが大変でね。で、今時代としては SNS の時代になってきて、僕が YouTube やってるのもそうですけど、X、インスタ、ね、Facebook だったり、Mixi の頃からいろいろとやってる人もいると思うんですけど、特に今はね、その辺の SNSをね、うまく使って商売をするというのが増えていると思います。YouTube をね、お店でやられている方もいっぱいいると思うんですよね。そういう感じなんで、時代としてはね、そういう方に、ね、なっていくんですけど、
まあ、小倉さんはね、そういうのをね、自分でやるのが嫌いだっておっしゃるような方なんで、なのでね、掘り出し物がいっぱいあるのかなっていう。今はね、本当 SNS 上げてね、珍しいの来ましたよってポンと上げると、ね、本当新作だったりするんでね、まあ売約、まあ、売約してくれない、まあ、某ショップみたいなところもあって、ね、来た時にいればっていうような感じだったり、まあ、今日の夕方行きようって言ったら、じゃあ今日の夕方までは取っとくねぐらいのお店もあったりするんですけど、そういうスタイルじゃ ないお店ってね、あの、まあ、売約普通に取りますよっていう感じのお店だと、もう乗った瞬間にね、もう勝負になってしまう。そこでね、先手を取れれば買えるし、まあ、負けてしまえば他の人に取られてしまうっていうような状況になってしまっていますよね。はい、お店としてはね、まあいいのか悪いのかっていうと、まあいい面が多いのかもしれないですけど、お客さんは結構大変な時代なのかなと思います。まあイベント自体もね、フリーダーズイベント行ってね、かなり早い時間に並んで、それで本当先頭を取らないと買えないよね、みたいな。だからまあ僕はね、夢ブリーダーさんからっていうよりは、夢じゃなくても物がいいところを作ってるところを見極めるようにしてね、そこから買うようにしてるんですよね。じゃないとまあ僕も並べないんでね、朝から並ぶとかね、多分できないと思うんですよね。そうだから皆さんすごいなと思いながら僕はね、その争奪戦を見ているんですけど、もう争奪戦負けたらね、違うものを買えばいいやというふうに思ったりしています。でそんな話をしていたらうんこをブリブリしていてね、まあ本当ね、作品がすごいよくて、小倉さんのいいところはね、お店にいる時間ね、亀が寄ってきたりすると餌をバンバンあげるんでね、どんどん亀が伸びていくんですよね。すごいうんこすんな。そう、まあ本当はなので餌をどんどん食べて、2023のねベビーとかで入ってきて、そこからねある程度安心したサイズ、まあ木干しを見てもらえば分かったと思うんですけど、生まれたサイズの多分倍ぐらいまでは持ってきてるんで、まあこの通りも多分そうですよね。ちょっとちっちゃいサイズできたとしても、そこからねしっかり立ち上げて、いいサイズになってね、販売することができるっていう、強みがあるお店です。なのでね、まあぜひちょくちょく行ってみてください。あとは金魚好きな方はね、金魚を面白いの買っていこう、まあ面白いの探してどんどん入れようとするんでね、で金魚が去年ぐらいからちょっとやる気を出したんだよねって話をしてて、まあ亀がやっぱりね売れすぎちゃうと一気に亀が消えてしまうんでね、そうすると売るものがなくなってしまうからっていうのもあると思うんですけど、まあ金魚も結構好きみたいでね、ガンガン入荷しているので、この昨日載せたようなね、まあ、なんかブリストルって言ってたんですけど、末広っぽいやつみたいのもね入ってきたりして、僕もびっくりしたんですよね。あと知ってるところからね買ってた金魚もなんか綺麗に全部いなくなっていたんで、ああやっぱお客さんそういうのついてるんだなと思うんで、まあこれからのね金魚も入荷に期待かなと思ったりしています。そんな感じでね、まあ頭部と木干しの人気どころは僕が抑えてしまったんで申し訳ないですという感じなんですけど、まあね、ちょくちょく顔出してるとまた面白いのが入ってくると思いますので、ぜひぜひ、小倉水族研究所さん行ってみてください。そして今日はなんかイベントがあるみたいなんですけどね、まあ、僕はイベントは行かないで、子供と家族、まあ、嫁と3人でね、なんかどっか出かけようかなと思ったりしています。ということで今日は、ね、この辺で終わりにします。よろしくお願いします。